はい、今日は吉野家の牛丼超特盛と、和歌山ラーメン井出商店豚骨醤油中華そばでいただきたいと思います。生姜は3つつけてくれました。ありがたいです。早速スタート。はい、ビートルよろずやでございます。今日は、吉野家の牛丼超特盛超特盛です。生姜ちょっと多めにもらったんですけど、生姜 3つ入ってました。それから、これは、和歌山ラーメン井出商店、豚骨醤油中華そばでございます。なんかコンビニ行ったらなんか美味しそうだったんで、なんか食べてみようかなと思って。和歌山ラーメンですからね、井出商店って言ったら結構有名ですよね。早速これでいただきたいと思います。はい、いただきます。しだての小袋、これは醤油だれですね。醤油だれ、うわ、いい匂いしてる。はい、早速牛丼からいただきます。肉、超特盛りなんで肉がもうびっしりですわ。めくってもめくっても肉です。うまい。吉野家の牛丼はやっぱうまいっすわ。最高っすわ。早速井出商店のラーメン。あー、美味しい。まあ、これぞなんか和歌山ラーメンの中華そばっすね。皆さんはあれですか、牛丼とか、皆さん牛丼とか食べはります？
僕はあれですね、一応まあ、吉野家と、すき家を、まあ、順番交代で行ってます。ちなみに、牛丼とか、まあ、牛丼はもう吉野家ですけど、定食とかはすき家さんに行きます。やっぱ牛丼はあれやね、あの生姜と栗のせいが欲しいですね。さすが超特盛り、すごいボリュームありますわ。テーブル席がないんですよ。カウンターのみなんですよ。だからどっちかって言ったら男性客がめちゃめちゃ多いんですね。女性客はさすがにあんまりほとんど来ないですね。女性の方だってカウンターってあんまり座らないじゃないですか。男性ばっかりです。僕はちなみにあのカウンター席好きです。カウンター席やったらパッパと食ってパッパと帰れるんで、カウンターが好きです。テーブルはあまり好きではありません。まあ、デートで行く場合はテーブルに座ります。これはちなみにあの超特盛りのつゆ抜きです。あのつゆが入ってません。僕はあのつゆ抜きが好きなんですよ。まあつゆ抜きで食べる人あんまりいいのかな、あんまり見たことないけど。
でもなんか最近牛丼チェーン店まあ行ったけど、中尾とか最近すき家がなんか客層が増えてるというか、結構なんかお客さん多いなっていうイメージですね。まあすき家さんはあのメニューが豊富なんでね、メニューがめっちゃ多いですからね。選択肢が多いというか、やっぱその強みですかね。あと店のレイアウトとか、ね、テーブルとかなんか、そういうところで店の雰囲気とかそういうところでやっぱりすき家の方に流れていくのかなと思います。とりあえずほんますき家はメニューがめっちゃ多いですよ。特に朝定とかね、あのメニューが多すぎてどれ食うていいか分からどれ食うていいか分からへん時ありますわ。あこれもええな、これもええな、わこれも美味しそうやなとかで、だから迷います。その反面吉野家は楽です。食べるもんが大体決まってるんで、だから僕は吉野家に行くことが多いです。吉野家さんのこの肉がいいんですよね。吉野家さんの肉めっちゃ好きですわ。なんか癖になるというか、このこういうジャンキーというか、この薄っぺらい肉、これがいいんですよね。やっぱり肉が薄いからやっぱり味が染み込むんやろね。なんか考えられて作られてるなと思います。肉が最高にうまい。もう一個買ったらよかった。超特盛りもう一個買うべきやったな。一個じゃなんか少ないな。もう一個食えるな。痩せの大食いやね。つゆ抜きと、和歌山ラーメン井出商店の豚骨醤油中華そばでいただきました。非常に美味しかったです。吉野家やっぱうまいですね。ほんま失敗したらもう一個買うべきやった。失敗した。まあそれでは本日はこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画上げていきますので
いいね、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。